こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon からですね、この Amazon セリングコーチ、リプレッシュメントオプチュニティフォー FBA プロダクツというですね、タイトルのメールが送られてくることがあります。このメールが送られてきたときに、リンクをクリックすると、この商品を何個補充した方がいいですよという通知が出ています。その表の見方についてですね、お伝えします。まず、この返信コードとかね、イメージがあって、商品の横に、このカレントフルフィータブルクワンティティとあります。これが現在の在庫数です。で、隣が輸送中の在庫数。で、ここから先がね、おすすめの入庫数で、1週間ごとに納品するんだったら1週間分入れましょうと。ね。で、1週間は例えば1個なんですね。で、すでに在庫があるものについては、1週間で、まだ売れないだろうから、補充しなくていいですよと。例えばこれ4週間になると、在庫ないものは1個ずつ入れておきましょうと。1ヶ月に1個売れる商品なわけですね、これはね。で、8週間になってくると、ものによっては2個入れてくださいとか、こういうふうに出ます。ですんでね、おすすめは、毎月納品という形なんで、この4、クワンティティウィークリー4のところの数字ですね。この数字を補充することをお勧めします。もちろん、利益が出ないものは、その時、販売取引件数を稼ぎたいのか、もう稼ぐ必要はないからね、利益取らないものは、補充をやめてしまうのか、その辺のご相談はですね、ケースバイケースで、これがいいというのが異なりますので、またご相談ください。この表ね、非常にわかりやすくできてるんで、補充の際の参考にしてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。